乗車しにくい、転びの世界一のコーナー。転びざわしい、転びざわすこい。今回はキッタン族の建てた国、領の滅亡、についてやっと、ほらやっと。領は征服国家に分類される国家だ。ちょっと何言ってるかわかんない。コンクエストダイナスティは、ドイツ生まれのアメリカ人歴史学者、ウィットフォーゲルによって定義された中華帝国のことで、領、金、元、秦の4つの国家がこれに当てはまる。漢民族以外が中華に樹立した帝国のことかい。ただし国技などはこれに含まれない。じゃあ征服国家って何なんだよ。自民族の文化を保持したまま中華領域を支配した帝国。征服国家を定義すればそうなるだろうな。国技は、漢化、したもんね。隋や唐、宋も漢民族ではなかった民族が建国した可能性が極めて高いが、それでもそれらの国は征服国家とは言わない。民族とは、基本的には言語によって分けられた人の集団を指す言葉なのだ。領が漢民族でない民族によって建てられたことは理解した。領はモンゴル系民族と言われるキッタン族によって建てられた国だ。キッタン族とな？キッタン族がいつ頃形成されたのかはわからない。その起源はかつて郷土族に敗れた東湖にあるとされ、4世紀から5世紀にかけて、キタイ族が形成されていったと見られている。キタイ族？キタイという発音を漢字で表したのが、キッタン、であるようだな。これはいろいろとややこしい話だ。紀秦南北朝時代には北魏に強行し、北魏滅亡後は北西に侵攻したが敗北。その後突厥の攻撃を受けて壊滅したようだが、一部のキタイ族は生き延びて高句麗を頼ったらしい。一方で突厥に従属した者たちもいたようで、キタイ族は分裂状態になってしまったようだな。そういう民族は多かったんだろうね。やがて隋が中華を統一すると、キタイ族は突厥人を殺害し、隋に帰順したのだという。そしてその隋が滅亡すると、中華の混乱に乗じて中華領域に侵攻した。そして唐が台頭するや効能を始めたようだ。強き者に従う、それが期待族の生き方だ。その後は唐の高句麗遠征に協力するなどし、唐の皇族制である、李、を授けられる者も出てくる。唐の皇族は結構頻繁に自分たちの姓を授けているね。唐は吉備政策によって周辺民族を統治したが、期待族もその中に組み込まれたようだ。そして7世紀末に唐に対して大々的な攻勢に出たがあえなく敗北。その後も幾度か唐に反乱を起こしたが、その度に敗北していたようだ。唐は強いもんねー。しかし安史の乱によって唐が弱体化すると期待族は勢力を拡大させ、唐滅亡後の混乱期には、やりつあぼきによって、領、が建てられた。本日の主役登場だね。唐の滅亡後、公領を建国した主前中と、突厥族が華北の覇権を激しく争った。領もまたこの争いに参加するが、突厥族の前に敗れ去る。そこで標的を朝鮮半島北部にあった渤海に定め、ついにこの国を滅ぼしてしまった。なお渤海滅亡の前後にヤリツアボキは死んだ。おヤリツアボキよ死んでしまうとは。ヤリツアボキは期待族の集団を国家にまで昇華させた存在であった。それまで遊牧中心だった期待族を農耕に従事させ、漢民族官僚や西域出身の商人なども積極的に採用した。改革者だったんだね。一方華北では、唐を滅ぼした主前中が死に、公領を突厥族の皇統が滅ぼしていた。しかし皇統では政治が大いに乱れ、皇族同士の争いが激化していく。よく見る光景だね。ヤリツアボキの後を継いだヤリツ行骨こと領の大僧は、中華の混乱を好機と捉え、中華領域へと進攻していく。そして領の大僧は皇統の有力者であった赤系統と結び、皇統を滅ぼしてしまう。赤系統はそのまま皇親の初代皇帝となり、領に対しては盟約通り援運16州を割譲し、毎年絹を送ることとした。援運16州？現在の北京を中心とする地域で、古来より援と呼ばれていた地域だな。北京って現在の中華人民共和国の人じゃないか。この割譲によって、領は本格的に中華領内に勢力を持つことになる。さて、後進の建国者である赤系統は、
1942年に死んだ。すると後進は両への外交方針を改め、両国は戦争状態となる。戦いかい、戦いが始まるのかい。946年11月、両の大僧自らの申請により、後進の首都開封は陥落し、後進は滅びたのである。これで両の天下かね。ところがそうはならなかった。後進を滅ぼしたものの、契丹族は食料が不足したために、中華領域にて大規模な略奪を行った。漢民族たちはこれに激しく抵抗し、結局領は引き上げていくことになる。食料イズとても大事。結局後進の節度師であった雄稚園が、後漢の皇帝として華北を支配することになる。国がコロコロ変わりすぎてよくわからない。領が勢力を拡大できたのも、中華がそのように混乱していたからだと言える。なおこの国が国号を大領としたのは大宗が開封に入場した時で、以降この国は領と契丹の両方を国の名として使っていたようだ。期待契丹領。領の大宗は開封から撤退している最中に死に、老いのや律骨欲が新たに領の皇帝となった。彼は即位の際には他の候補者と戦い、即位後も国内の反対派の対処に追われ、951年には皇族によって暗殺された。この時代はどこも仲間割ればかりだ。次の牧僧は残忍な性格の持ち主だったようで、先代皇帝の一族を皆殺しにしてしまったという。自分の一族でもあるんじゃないのかい？ここに至るまでの契丹族は、建国者であるヤリツアボキとその二人の息子の一族による争いを続けていたと言える。領の建国者である大祖の死後、後を継いだのは次男のヤリツ行骨だった。領の大祖だね。ヤリツ行骨にはヤリツと強くという兄がいた。長男であるヤリツと強くではなく、次男が皇帝になったのは、二人の母であった術律皇后の意向だったと言われている。長男がいたのに次男が皇帝になったんだ。モンゴル帝国がそうだったが、遊牧民族国家では、必ずしも長男が家督を継ぐわけではない。だが父系の力が強い儒教思想が支配的な中華帝国では、基本的にそのようなことはない。唐の元宗は長男じゃなかったよね。唐の皇族も建国からしばらくは鮮卑族的性格が強かったと言える。詳しくは、元宗を見てね。他に女真族による征服国家とされる神でも教師相続は行われなかった。じゃあ長男を差し置いて次男が後継ぎになるのも、そんなにおかしなことじゃなかったんだね。大宗の死後、彼の兄の子供であるヤリツ骨欲が皇帝となった。領の世相だね。世相を暗殺したのは、大祖ヤリツアボキの弟の子供であったとされる。つまり皇族だね。暗殺者は牧僧によって処刑されたわけだが、この牧僧は二代目皇帝大僧の息子だったわけだ。つまり牧僧はおじの一族を皆殺しにしたのか。牧僧はおじの一族を皆殺しにすると、気が抜けたのか奢侈な生活に溺れたという。たくさん遊ぶぜ。そうこうしているうちに、長教院という傑物によって僧という国が建てられ、勢力を拡大していた。牧僧の次に皇帝となった次男の継宗は、北漢と結んで宗に対抗した。北漢は五大実国と呼ばれる国々の中で唯一生き残ったが、長教院の後を継いだ宗の大宗によって979年に滅ぼされてしまう。詳しくは、五大実国時代を見てね。そしてその3年後の982年、中高の祖とも言える人物が領の皇帝となった、領の正宗である。すごいのかい？世界史の教科書にも載っている千円の銘を結んだ人物だからな。なんだいそれは。宗と領の間に結ばれた歴史的な名約さ。正宗は982年、わずか12歳で領の皇帝となった。若いというよりも幼いぐらいだね。その年の男の子に政治ができるわけもなく、実権はその母である昭天皇太后が握っていた。この人物は皇族を束ね、渤海の残党が建てた安定国を滅ぼし、さらに高麗に圧力をかけて侵入させた。中華の歴史には時々こういう女性が登場するよね。北魏の文政文明皇后などもそうだったな。詳しくは、北魏の滅亡を見てね。そして999年、領は宗に対しての侵攻を開始した。
宋は歴代中華帝国の中でも最弱と言われており、梁に対抗できなかった。奴は中華帝国の中でも最弱。それで結ばれたのが先ほども触れた千円の盟だったわけだ。その盟約の内容は契丹族に圧倒的に有利で、宋は3つの州を得、宋は兄、契丹を弟としたが、毎年莫大な額の歳兵を約束させられた。メンツは保たせてやるから金をくれって感じだね。領としては宋の領土を得て激しく抵抗されるより、定期収入を得る方がメリットが大きかった。定期収入イズとても大事。なおこの盟約は移行領国の間で、100年以上守られることになる。それだけ長く平和条約が守られ続けるのは珍しいね。両勢力ともにメリットが大きかったからな。ウィンウィンというやつだね。ちなみに契丹の側では、昭天皇太后を宋皇帝の叔母と呼ばせた、という表現を使ったらしい。皇帝よりも皇太后の方がはるかに力を持っていたんだね。清宗が実権を握るのは、千円の盟が結ばれた約5年後の1009年に、昭天皇太后が崩御してからのことだ。清宗は宋から送られる歳兵によって国力を増強し、チベット系と見られるタングート族の国である成果を服属させた。かなりの勢力圏になったね。なお清宗の即位時、国号は領から再び契丹に戻っていた。契丹は一国二制とも言える特殊な行政構造を持っていて、漢民族の制度や文化を取り入れながらも、独自の契丹文字を使うなど、契丹族の文化や制度も大事にした。契丹族は文字を持っていたんだね。漢字を元にして作られたようだが、現在でも解読できていない。話し言葉がどうなっていたかまでは分かっていないが、漢民族の言葉を使わなかった可能性は高い。征服国家と言われるゆえんだね。ちょっとややこしいのだが、契丹は現在の北京を南京都し、南側の漢民族の多い地域には南面漢を置いて漢民族に対する制度を実施した。一方北方には北面漢を置いて契丹族を統治したのである。漢民族と契丹族で別々の制度を適用したのか。この制度は成功していたようで、後に宋の領土になった際、漢民族がそれを嫌がったという話が残っている。奇想の時代の話だよねー。まあ奇想がひどすぎたというのはあるが、漢民族が皆北方に移住したという話があるほどなので、契丹の政策はうまくいっていたと見てよいだろう。このような一国二制は、金など他の国も後々採用していくことになる。そうかいそうかい。しかし一方で契丹族の中にはこの政策に反発する者も多かったようだな。契丹族の中では漢家を好む者と嫌う者の間で派閥争いが起きていたという。鮮卑族の北魏でも同じようなことが起きたねー。漢民族以外が中華領域を支配すると直面する問題だ。完全に漢化していった鮮卑族の北魏は、征服国家ではなく浸透国家と呼ばれている。完全に漢化したかどうかが分かれ目なわけだね。清宗は1031年まで生き、その長男である高宗の時代になった。1038年、清家の王であった李元昊が国号を大化に改め、皇帝を称した。独立したわけだね。この時代は清家の身長が著しく、1044年には宋との間に経歴の和訳が結ばれた。清家は形式上宋の臣家となったが、宋からは毎年多額の祭祀が送られた。宋は領にも清家にも毎年多額の支払いをしなければならなくなったんだね。高宗の時代、宋から受け取る祭幣の増額があった。これは清家と宋の間に経歴の和訳が結ばれる2年前のことで、清家の圧力を宋が受けていたのを狙ってのことだった。宋の出費がどんどん増えていく。宋からの祭幣は国を富ませ、そして契丹族の生活水準は上がった。これは世界史全体に共通することだが、生活水準が上がるとその民族は戦闘を嫌う傾向が強くなっていく。それに契丹族も当てはまったんだね。契丹族は静かに弱体化していった。高宗は1055年に崩御し、その長男である道宗の時代となった。道宗は実に40年以上も皇帝であり続けたわけだが、その期間に新たな勢力が台頭していくのである。新たな勢力とな？朝鮮半島の北方の地域には、ある民族が暮らしていた。
その民族は女真族と呼ばれる。そやつらが台頭したのかね。同宗の即位から十数年後、女真族にある一人のカリスマが誕生した。ナワブダという。いかにも漢字を音に当てましたって感じだね。要は契丹族や漢民族には厚く接したが、その他の民族には苛烈な支配をしたという。中でも女真族に対しては可憐中級の限りを尽くしたと言われている。ひどいことしたのかい。かなりひどい収奪をしたようだ。女真族は数十年、あるいは百年のレベルで契丹族への恨みを溜め込んでいたと言われている。これは大変なことになりそうだ。一方契丹ではますます漢化が進んでいた。アブダが生まれる2年前の1066年、同宗は国号を契丹から楊に変えている。中華風に変えたんだね。契丹族は割れた。契丹族の文化を尊ぶ者と漢化を歓迎する者の間での対立は激しさを増し、国政を左右するレベルにまでなった。漢民族以外が中華で政権を握ると、みんなこの問題を抱えるね。民族問題は昔から深刻だったということだな。同宗が即位すると、早速皇族同士の戦争が起こった。同宗の叔父にあたるヤリツ従元が反乱を起こしたのだ。同族同士の争いも深刻な問題だ。ヤリツ従元は皇太叔という特殊な称号で呼ばれ、天下平和大元帥という軍権を握る立場にいた。これはかなりまずいんじゃ。しかしこの反乱は同宗の母である仁威宗皇后の力によって鎮圧された。同宗の治世の初期は仁威宗皇后が実権を握っており、この期間の楊の政治はまともだったと言える。ということは彼女が亡くなってからは政治が大いに乱れたと言える。同宗治世の初期段階では、農業の振興や学校の建設、迅速な災害復興などが行われていたが、仁威宗皇后がいなくなると同宗は遊びふけるようになる。母親がいなくなってダメになってしまったのか。一方の女真族はワンヤン部を中心に勢力を拡大させていった。ワンヤン部？女真族は部族的性格が強い民族で、いくつかの部族があったらしい。先ほど触れたアグダもワンヤン部に属し、世にワンヤンアグダの名で知られる。ワンヤンアグダ。楊ではヤリツ従元との反乱においてこうのあった。ヤリツ乙辰が実権を握っていた。同宗の皇太子であったヤリツ俊は英明であったのだが、ヤリツ乙辰にとっては邪魔でしかなかった。皇太子が優秀なら喜ばしいのでは。ヤリツ乙辰は皇太子を失脚させるため、その母である伊徳皇后の不貞を同宗に残言した。皇帝がそんなの信じるわけないだろ。残言を信じた同宗は皇后に自死を命じた。皇帝信じたー。その後ヤリツ乙辰は皇太子を陥れ、ついには暗殺してしまう。この出来事は楊滅亡の最大の要因と言えた。こうなるともう、国は傾いていくしかないね。ヤリツ乙辰は楊の実権を握ったのだが、その期間は長くは続かなかった。きっかけはヤリツ俊の息子であったヤリツ赤が皇太孫に立てられたことで、ヤリツ乙辰はこの皇太孫を廃僧としたところ、同宗の怒りを買って殺害されたのだ。おごれる者も久しからず。楊の政治は乱れ、衰退し続けたが、それでもまだ同宗の生きていた時代は良かったと言えるかもしれない。1101年、同宗の崩御に伴って、孫のヤリツ赤が皇帝となった。彼こそが楊の天祖帝である。あれ、なんか他の皇帝と呼び方が違う。楊の皇帝の名は、その死後につけられた病号で呼ぶ。病号？先祖を祀る病に乗せる名前さ。逆に言えば祀る子孫がいなければ病号は存在しないことになる。そうか、病は滅ぶのか。天祖帝はお隣僧の起草に匹敵するほどの暗君だったと言われている。それはよほどのことだね。天祖帝は暗君のテンプレートのような存在で、政治に興味はなく、還元した謙信を遠ざけ、耳障りの良いことばかり言う名臣を厚遇した。何度見たかわからないほど何度も見た国が滅びるパターンだ。一方女真族はカリスマワンヤンアグダのもと、勢力を急速に拡大させていた。アグダ率いるワンヤン部は女真族を統一し、楊に対して戦いを挑むことになる。1114年、女真族は楊の拠点である寧光州を攻撃し、これを陥落させることに成功した。
暗君の下で衰退する国家と、カリスマの下で伸長する国家の違いが如実に出た形になったね。ワンヤン・アブダは1115年には国王を大金とし、自らは皇帝に就任した。両は討伐軍を差し向けるものの、女真族の軍勢に惨敗。両党の地は金の支配下に入り、周辺民族も次々と合流していった。時代の変わり目だね。これを奇化と捉えたのが宋で、1120年には金と宋の間で海上の盟と呼ばれる同盟が結ばれることになる。要は挟み撃ちを受けることになったね。実際その計画だったが、宋も史上最悪と言われる悪政のもと反乱が頻発しており、両を攻めるための兵をその鎮圧に割かねばならなかった。詳しくは奇想を見てね。1121年、金は海上の命に従って両を攻めたが、宋はそのため両を攻めることができなかった。しかし女真族は両の都である状況を攻め落とし、さらに現在の北京にあたる遠京に迫っていった。女真族の接近を知った天祖帝は恐怖のあまり逃げ出したという。神を守るのが皇帝の仕事だろ。金はその後も天祖帝を追いかけ、最終的に天祖帝は女真族に捕まって捕囚された。こうして両は200年以上続いたその歴史に幕を閉じたのである。実は両が滅びた後、両の皇族は各地で両の復興を叫んだ。から期待と呼ばれた西洋もその一つである。両は蘇るさ、何度でもな。しかしどの国も長続きはせず、最も長く続いた西洋も、ある強大な勢力によって滅ぼされた。ある強大な勢力とな。その勢力の名はモンゴル帝国。中華の弱体化により、周辺諸国家は次々と力をつけていった。契丹族、女真族、そして蒙古。ついに最強の国が登場したね。モンゴル帝国の創始者であるチンギス・ハーンについては、そう遠くない未来に語ることにしよう。それまでチャンネル登録して待っててくれよな。チャンネル登録していってね。